皆さんこんにちは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー早速やっていきたいと思います。まずはこちら、朝川さんのコースです。避けろスローランということで、クリア率 8%、 孝太郎さんがクリアしてますね。サムネのところにトラウマ界のメンバーの名前がいろいろ書いてありますが、これいいんでしょうか？モフさん、孝太郎さん、私、カカシモン、ナオさん、タックマンさん、チャマさん、コニャローさん、クサパナさん、イシッツァンさん、ベビさん、カピーさん、まだまだいるんですけどね。さて、1-14、どんなコースなんでしょうか？どういうことだ？はい、よくわかんねえ。ここまでアミーボの状態を維持したまま来いと。はいはいはい、了解。くそ、相変わらずイライラするコースを。ちくしょう、ダメじゃんこれ。ちくしょう、これクリア率 8% でしたよね。すげえ、なんであんなに簡単にクリアできるの？俺これかなり苦戦しそうな気がする。くそほらほらほら、難しいってこれ。頭おかしいんじゃないの？ちくしょう、はい、ここまでなんとか来られました。で、次も同じ？足場の動きが速くなってる。なんていやらしい。まったく、作った人の顔が見てみたいわ。よし、来たー。で、こっちアミーボがないのか。要するに一瞬のタイミングをついていけと。うわー、やらしい。うわー、やらしい。これもうダメでしょう。これどうすんの？全然わけわかんねえ。はい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 。よいしょ。笑われましたよ、こんなに真面目にやってんのに。ひどくね？ちょっと作った人の顔が見てみたいわってまた言ってるよ。よし。さっきのところまで来られたはいいけど、ここどうやって行くの？さ、だってこれでいいんだ。当たらないんだね。了解了解。よし、ここからは、うわ、またなんかすげえ嫌な感じ。うわ、嫌な感じ。くそ、なんでこれクリア率 8% で。くそ、これね、すげえイライラするわ。さすが浅川さん。オッケー、いけた。このまま突っ走れ。戻れた。くそ、戻れねえ。イライラさせるコースを作らせたら天下一品ですね、あの人は。くそ、進めない。ちくしょうめ。いけた、オッケー。で、ここはもうワンダメージ覚悟で突っ走る。さっきもワンダメージ OK だったからなんとかなるでしょう。 OK、 これでいいだろう。どうだ、いけるか。だけど
これ何、上行くべき、まあ、とりあえず見てくるか。中間発見。アミーボ、他のはパワーパワーとバネとアンドゥー剣、アンドゥー剣で行きましょう。これこの間出てきたばっかりの教授のアミーボだったらさらにカオスですね。あなた結局パワーパワーにするのね。さっきのアミーボの山は何だったんだ。パワーパワー、よし。これでもブロックの上に乗ってけばいいだけじゃね。ダメ、潰されちゃうのかな。よいしょ、ベンツ遅いな、もっと早く走れないのかな。よし、もう最初からパワーパワーで行こう。これなんかの顔になってんのかな。これが浅川さんの顔か。よし、羽のついたブロックの上に乗っていけばいいような気もするんですよね。っていうかこれいけるんじゃない、なんかいい位置に乗った気がする。ダメか、戻される力の方が強いのか。お、でもこれでいけるいける。これでゆっくりなブロックは飛び越えていく。ほっ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 、オッケー。ここはどうする、また挟まれてやられちゃうんだろうけど、うわうわ、すっげえ嫌だ。いやらしいな。さて今度こそ行きたい。もうクリア率なんかどうだっていいからね、クリアできればいいです。よし、押してもらって、これはいったでしょう。押してくれー、よーし、カピーゴー。そして車を廃車となりました。いやー難しかった。避けろスローラン、浅川さんのコースですね。こんなんでもベストとクリアタイム取れるんだ。まあ難しいですからね。ありがとうございました。これ気になる、キープダウン、脳を動かそうとしない川島教授の舌押し児童ミスターたい焼きさんですね。脳を動かそうとしない、舌押してますよ。いいの、あ、アミーボ来た。はい、教授がずっと上向いて寝転がってますよ。やる気ないねこの教授。もっと動いた方がいいんじゃないですかね。脳トレどころか筋トレもしてないですし。さてどうなる、おーすげー。はい、お邪魔します。ドゲメットギリギリ、これあのメットに乗る、乗らない、乗った。さっきのスローランはゆっくりだったんで、今度はメットでスピード感あふれる自動系のコース。この対比がいいですね。そしてどこへ運ばれる、あの土管か。本当にギリギリだな、すごいな。おお、あれ川島教授が消えちゃった。起き上がっちゃったらどこかに消えてしまう運命な川島教授。はい、脳を動かそうとしない教授の舌押し児童をクリアしました。ありがとうございます。はい、お待たせしました。今日の最後のコース、こちらいいねランキング国内の簡単から選んでみました。実況者の方はとても難しいとかでやってる方が多いのでね、逆に簡単はあんまりいないんじゃないかなと思ってやることにしてみました。どんなコースになってるんでしょうか。時計の音がチクタク聞こえてくる作りになってるんでしょうかね。
やっぱり音が聞こえてきますよ。で、あ、これ意外とね、苦手なの俺。よし、これはなんだ、時計の部品、あ、落ちないんだ。落ちるのかと思って損した。あ、うっそー、今日なんかこれ系のコースにいっぱい当たるな。よし、で、はい、このタイミングの作り方がいいですよね。あの右側にワンワンが見えるんですけど、あれが音を出してるんですね。これはこっちでいいのかな。よいしょよいしょよいしょ。あ、落ちた。あ、落ちるんだ。あ、一番下まで落ちちゃった。オッケー、しまった。カットしたいけどカットできないからな。くそー、あのコンベアの向きがね、青リフトが置いてあるせいでかなり見にくい。よいしょ、こうだこうだ。オッケー、乗れた。ようやく進めた。今のところ結構苦戦しちゃいましたね。これは何。あ、足場はあるんだね。お邪魔しまして、はいはいはい。で、あー、了解了解。はいはい、これでどう。オッケー。で、こっちは振り子時計がフラフラしているんで、ワンワンを飛び越えていく。いくよ、行ったよ。これでいいの。次はあの長針がくるくる回っているんで、それを避けていきましょう。はい、アミーボゲット。ここは上は壊せないんで、これは何時計だろう、よくわかんないけど、ガリガリに注意して進んでいきましょう。クリア率 40% ぐらいだったけど、結構やられる場所も多いですよね。よいしょ、はい、オッケー。結構ドキドキしますね。で、はい、上に乗れと。あー、乗れない。よいしょ、乗れたか。よし、で、大きな振り時計、おじいさんが生まれた朝に買ってきた時計ですね。お邪魔します、平井健。おお、なんかたまたま下取っちゃった。もう一周待とう。よし、くそ、もう一周だ。あー、下が落ちた。オッケー、これ逆にね、ファイヤーバーについていけば逆に安心なんじゃないかと思う。これもう一回下取れるでしょ。よし、で、あー、危ねえ、落ちるとこだった。よっけー、よっけーってなんだろうね。よしとオッケーの合わせた言葉です。ふう、なんとかクリアできました。結構難しかった。宿宅時計と浜子さんのコースクリアしました。ありがとうございます。はい、そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また明日もよろしくお願いします。次回はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。